今回ですけども、こちらポケカのダブルブレイズっていうプレネがついてるボックス開封していこうかと思います。これ3万円します。高っ。うわ。でこのパッケージにいるリザードンとレシラム、うん、はい、このカードが大当たりみたいで、とにかく俺はこのリザードンレシラムが欲しいと、はい、なるほど、でこれも開封していこうかと思います。結構前のやつじゃないですかこれ。もうだいぶ前だって、サン&ムーンだから。だいぶ前ですね、サンムーンって。昔やからこれよくプレネがついてますね、うん、普通に。でも値段がつくってことは今の対戦環境で使われてるってことは、まあ、単純にコレクションじゃない。やっぱリザードン高いやん。まあ高いっす。ちなみにレシラムっていうのはこれ伝説ポケモンです。伝説です。だからゼクロムの対になってるやつです。ああ、なるほどね、はい、オオカミみたいな。ライオン。いや全然もうドラゴンタイプです。ドラゴンだこれ。そうです。でも圧倒でやっぱゼクロム人気が高いですよね。あ、ゼクロムの方が強いんや。強いと思いますよ、あっちの方が。でもやっぱリザードンっていうのがこれなんか、なんでこのリザードンと合わさったんやろなって。いや本当にそうっすね。なんか映画とかアニメとかで一緒になん組んだんかな、タッグ。それかタッグチームって書いておから。いや本当だ、 GX、うん、その可能性ありますね。まあもうこれこのシュリンク開けちゃったら勝ち落ちちゃうんですけど、いっちゃいますけど。普通に串で開ける人いないでしょ。いっちゃいますけども。はい、行ってみました。はい、これでもう3万の勝ち終わりました。うわー、終わった。こっから先はもう引きですよ。神引きを見せるしかないんですね。アンボックスっすからね。うん、でも当たるとき当たるからな。まあ確かに結局な、俺マリ当てたからな。いやいや見てましたよ、近くで。えぐかったっすね、あれ。そう、ほんまにあれすごい。ビビるでマリ当たった時でもあれ。このリザードンとレシラムが出てきた瞬間勝ちですもん、これ。まあ間違いない。もうそういう世界戦です、これ。しかもどんなカードか見てみたいですもんね。そう、確かにどんな光り方しようかもよく分かってないから。他はおらへんよ、なんかの目玉カードの。いや他は見てないか分からん。まああとはもうそこ調べてになります、終わってから。まあ、とりあえずこのレシラムとリザードン出たら大当たりらしいです、はい。まあ、でもこれも多分レア度がいっぱいあると思うんで、まあ大体 SR とかじゃない、高いの。ハイパーレアか。そうですね、書いてあります、うん、いきます。それかウルトラじゃない。この時代ウルトラあったんかい。ないっすね。トレーナーズレアですね、その下 TR。 おお、ガーディーのですね。パウオ、懐かしい。懐かしい。かわいいかわいい。ポリゴン。ポリゴンね、形すごいな、なんかラグビーボールみたいな形になってる。ポリゴン、ポリゴン。ガラガラさんからの、はい、ゲンガーです。あー、キラナシと。結構昔のカード多いな、これ。そうっすね、古い昔のその古いポケモンや、うん、俺でも知っとるようなレベル。まあ、サンムーンは確かにそんなに。へ、ていうかサンムーンに伝説でレシラムやった。あ、そうっす。あ、そうなんや。はい、僕やってましたね。ニャスパー、かわいい。あれこれ、うわ、エンニュート。え、何こいつ。え、これポケモンだな、これ。ポケモンっすよ。すごいポケモンやな、なんかこれ。もう一段が進化する。なんかジュラシックパークみたいじゃない、これだけ。最終進化なんですけど、これメスにしか進化しないですよ、このポケモン。メスは進化しなくて、メスしかエンニュートにならないっていう。そうなんや。変わったポケモンっすね。ペラッパン。これ昔から。お、うっ、お、来た。え？光って？ビンギラ。ポリゴン。なにこれ？ポリゴンこんなんな今。え、進化系？ポリゴンでこんなんなる。はい。Z。やば。じゃあまあこれ言ってもレアなんでね。有名っすね、ポリゴン Z。 有名なんや。有名です。あ、バルキー来た、懐かしいな。うわ、ちょっと見た、来た使ってます、使ってます。こう取れない。あー、取れない。うわー、マジ。まあ、取れないも高いじゃん、あるもんな。ワンチャンあるっすよ。可愛かったね、ワンチャン。あー、レッド。これはまあまあ微妙や。しかもなんか遠いしな、なんか。そうっすね、絵柄が遠い。うわ、でも主人公補正高いとかないんすかね。かっこいいな。こうっすね。ヌーマージなし。うわ、懐かしい。もう俺ら世代や、うん、ロケットだ。最後のジムリーダーもあいつ。そうっすね。メグロコ。え、ワニ。光ってる、光ってる、めっちゃ光ってる。取れなかった。頼むぞ。あ、カビゴンか。うわー、え、かわいい。かわいい、なんやこれ。ガチおる。癒し系カビゴンや。え、ちょっと高そうっすけどね、イラスト的には。確かに、アチャモンも地味におるやん。まあでもレアなんでね、これは言っても知れてますね。早いな。光ってる。うわー、おー、サポート。あー、サカキか。大体これワンボックスに SR かハイパーレアがあるっていうのはもう判明してるんで、1枚か2枚。ハイパーレア欲しいな。そうっすね。うん、え、やば。結構周りなんか、なんか変な言い方しちゃう。なんか黄色、左の黄色。これ、え、来たんちゃう。ちょっと待って、ワンチャンあるっすよ。来たんちゃう、これ、このお菓子やろ。でも言います。うわー、やっぱ、なんでこれ。ワーシャドウ怪力。なにこれ、タグくんのもな。ダブルレアやわ。こんな感じで、こんな感じで多分リザードのタグくんのやだから。はいはい、なるほどね。だからカラフルなやつ来たら大当たりや、多分今回、うん。周りまでエグかったらってことだね。クリした。お、来た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 。また来た。またこれも。黄色黄色。同じじゃん、これまた。可能性あるっす。ダブルレア。の黒い。本当黒い。え？あ、でもちゃう、タイプがちゃうくらいこれも。うわ、何これ。え、ベトベトン、あのアローラベトベトン、アローラなんですよ。アローラ地方、すげえ、すごっ、ダブルベトベトンやん。てかこんなポケが初めて見ました。確かにな、タグ組んでる、うん、これおもろ。へえ、すごいな。かわいいな、これまた。これ、これ、来た。これな、取れない、ちゃうわ。あー、ウィンディーね、かっこいい。
かっこいいなこのウィンディめっちゃ伝説ポケモン。まあでも SR 出てないんでねまだ、うん、まだまだね可能性は残されてると言っても過言ではない。あ光ってない、うん、あ出ないと。えこれとかで普通に何レアなんですか。レアとかダブルレア。あそれ、まあ、レアダブルレア高いのは見たことないから多分ないと思う。確かにワルビル目黒川の進化系だ。うん、まあ、ああ、誰かランドロス。これ純伝説ですね。そうなんや。こいつ？ユクシーとかアムリとのポジションにいる。ポケモンっぽくないやつおるよな。もはやもう。全然違うの、うん。ポケモン。デザインはめっちゃ変わったんじゃない？ハイブランドみたいな、うん、感じで。ああ、キングラーね。まだ SR が出てきてないんで。確かに。そこなんですよ。SR は多分高いんですよね。あとがいいけどな。SR 出るのでも。確かに。あ、取れない。ああ、でも使ってないな。うん。溶接工何これ。絶対ないじゃんこれ。絶対ダメ。絶対ないじゃんこれ。そんなんあるんだ、うん、うわ出てほしいなちょっとマジで見てみたいわ。リザードン来たら最高。うわー来た。黒い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 。えん何これあ何これ何これ何これ黒い黒い何これ行きます。んうわードンカラス。ドンカラスの SR 出てしまった。出た。それ SR なんすか。えいらんってマジで。もうなんなんこいつマジで。これでドンコニシミの帽子かぶっとるやん。同じ雰囲気お前。えもう終わりってこと。マジ。でまだハイパーレアがあるかもしれない。確かに確かに、あ、あるわ、うん、可能性ある。ちなみにこのゼクロムとリザードは何レアなんやろ。ちなみにレシラムっすね。これワンチャンあるわ。え多分 SR じゃなかった。え何レアなんですか。ハイパーレアとなんかスペシャルアートってやつがあるらしい。だから書いてないですよここに。そうだから SR 関係ないわ。ワンボックスに入ったことあるんか。まああるんじゃないですか。プリン可愛いぞこれ。可愛いプリン来たぞ。ペルシアン。ペルシアンね。でもワンチャンあるで。だってさっきもさ SR とハイパーレア両方出てん。関係ないってことです。関係ない関係ない。多分出るときは出ると思う。なるほどね。ガホがいいん、うん、うわーガラガラか。まだ言ってあるからな。キラ入ってないとか入ってなかったとき光ってます。光ってます。ちゃんと光ってる。ええー、来た。取れな。うおー白の来た。これ危機やな。アップじゃないもん。山札6枚。でも山札6、あーなるほど。これなるや。多分これのアップがあったら高いやろな。いやー確かに。ちょっとまあ、まあ、まだマシな方な気はするけど、うん、まあでも白は人気ですからね、うん、ずっとずっともう今でも名前挙げられてるし。モルフォン。まあちょっとなタッグ来てほしいな。タッグバトル。うわー出てほしい。え、お取れな。ミュウ。うわーミュウや。うそうっすよ。え、60しかないやん。レアやでも。レアか。まあ、レアはちょっと微妙ですね。うわやっぱレア度大事か。タッグケアだから結局は。まあ、そうですね。今回はなタッグはな。おお。シナメ。シナメ。うわ。決定的。やばいもうこれしかない。ちょっと光ってる。ちょっと違うなかもこれ光る。うわー。ミュウツ。ミュウツかっこいい。ミュウツ出たん出るんだこれ。ミュウツとミュウね。ラストもう56パックになってきたな。やばやば。やばい。リザードンなんて一つも出てこないんだよ。そうですね。まずいまずい。やばいやばい。マジでまずい。出てこい。ほんま出てこい。ほんま頼む。最後で最後に何か奇跡見せろ。来た。わくさ。絶対じゃあわくさ。ラブレシア。一生高くならない。ラブレシア。絶対高いと思う。出へん。高いから出さない。いやわかんないですよそれは。出さないの絶対。ザクザクピッケル。ザクザクピッケル。もうこれモンハンちゃうぞ。いいやけ。ポケモンだこれ。リグだ。光ってる。お。来たか。ドンガラスみたいな色してる。ほんとミカール。ミカール、誰これ。2個や。シュナの相方っす。へぇ、これがシュナ使ってるポケモンで抜群がないっていうポケモンっすね。へぇ、弱点がないんや。そう、弱点がないっす。4倍がない、あ、2倍がないっていう。すごいねそれ。はい。えっ、んあ、なんかあれっすよ。タッグ、タッグ、タッグ。えワンチャン。タッグのタッグ塗る。待って、え、黒い黒い黒い。頼むぞ頼むぞ頼むぞ。え、かっこいいやろこれ。頼むぞ。うわぁ、出たタッグ組めよ。ヘルシアいらんね今。単品か。3パックかよもう。やばい。何も来てないねまだ。マジやばい。そういうもんなんやけどな普通は。うわやばいやばいやばい。だってこれワンカードも買って当たるか当たらへんかみたいな世界観やから。まあまあそうっすよね。それ俺はワンボックスだけどしようから。だからいかに前のマリーがやばかったかね。いや本当。え、あでも。え？ボルケニオン。何これ。え？すごいこれ初めて見たんだけど。なんだこのボルケニオン。何これ。やば。でも種ポケモンなんですかも。初めて。ラスト。ラストス、やばはいやいきます。まず光っとくかどうかね。うわこれ頼むわ。光っとくかどうかね。光ってますよなんか。うわーマジか。ニャオニクス、ニャヒート。うわ終わった。一個もないやん。まあ、ドンガラスがでもいますから。ドンガラス、うちにはドンガラスいますから。ちょっとこれから調べます。ドンガラス確かに調べます。ガラス調べます。ちょっと行きますね。ガラスにいます。白なのワンチャンがないんすかね。だから白なのアップやったらワンチャン。まあでも効果的には別に
弱くないんですけどね。結構引きやもんな。あもう全然あかんわこれ。え？てかもう一番高いので、はい、レシラム&リザードンの GX スペシャルアートが2万。うわー、まず高いな。なるほど。その次が、はい、その GX のレシラム&リザードンの HR ハイパーレア、ハイパーレアが8000円。うわー。でその次第3位が、はい、マジで意外ないけど、はい、溶接工の SR。 さっきの？そう。なぜあれの？あのプレイヤーカードなんですか？そう。あれでも3000円とか。ああまあでもだからもうドンガラスとかなんて値段乗ってない。これもうこのランキング10位おらへんから見たことないですもん、ね、多分800円とか、まあ、ついても500円とか。うわーマジか。レベルっていう、うわ大外れやん。まあ大外れですね。期待ゼロ、ボロ負け、ボロ負けっす。ちなみにこれですね、レシラムリザードの。かっこいいやん。これですね、めっちゃかっこいい。なんかこうなんかちょっと、うわほんとマジでやばい感じ。ライバルみたいになってるんだ。確かにこれをのスペシャルアートがあると。かっこいいわ。いかついな。もう欲しかったけど、まあまあまあ仕方ないですね。はい、そんな感じで今回これで終わります。ありがとうございました。